はい、こんばんは。どうも、靴ひもです。今日も続きをやっていきます。よろしくお願いします。部屋あっつ、やばすぎる。マジで皆さんはポケモンバトルをするときには部屋を明るくして涼しく対戦してくださいね。いや、もうマジで熱中症マジ注意。正しく水分摂取と涼しい部屋で、うん、ギタリストのデイブさん、対戦よろしくお願いします。レアコイル、レアコイル、当時は磁場コイルという概念は存在しません。うん、炎のパンチ、当時の炎のパンチは特殊技でなので大ダメージが期待できますね。いいダメージが入る。電磁波うざい。痺れて動けなくなる確率が発生した上に素早さが4分の1になって、おそらくレアコイルに先制を取られてしまいますね。どうしよう。いや、炎のパンチでいいだろう。雷、威力120、命中、おっと動けない。しかもせっかく命中率 70% の技をかわしたのに麻痺で動けない。お互いに不運だった。今のターンはなかったことにしようぜ。はい、お、またかわすよし、オッケー。何なんだこの運は。俺のゲンがいつも思うけど強運だよな。やたら追加効果引くし。うわ、うぜ。あのね、騙し討ちとかで殴ってくれれば道連れでできるんです、処理できるんですけども、なんだっけ、呪いとか影分身とかを積んでくるんですよ。はい、シャドーボール。そう来るか。当たれよ。あーし、当たっていく。2割で追加効果発動、攻撃が1段階上がります。はい、2割を引いていく。俺、強運すぎるだろ、さすがに。シャドーボール殴ってくる。このブラッキーなんだ、マジで。はい、コイントパンチ。当たんねえ。命中率85なのに当たんねえ。シャドーボール、地味に食らう。よーし、当たっていく。これ、拡散ですね。拡散。はい、あ、そうか。ま、前回攻撃が1段階上がっていたのをすっかり忘れておりました。部屋暑いからね。熱中症マジ注意。地震、俺の方が早い。おえー、攻撃が1段階上がった地震。電流たまりません。おえー、デイブさん対されました。おい、6人目。さあ、忍者ごっこの佐野助さん、対戦よろしくお願いします。佐野助、おい、おっと、タイプ1シャドーボールがうざいのでウロスに変えます。当時のシャドーボールはゴーストタイプとして一律物理技です。ですので物理耐久の低いゲンガーには大ダメージ。おっと、ゲンガーじゃなかったもん。おーい、また麻痺にされていく。困ったな。コメントパンチ。おっと、なんとなんと4分の1ですからね。さあ、また動けない。やたらと動けねえな。どうやらグロスに刺さる技はサイコキネスしかないようですね。コメントパンチが当たる。まあ、これは角煮でいけるのではないかと思われますね。豚の角煮、うまいよな。おっと、持ち物は食べ残しで回復。特性が不要なので自信は打てません。もう多くのメタグロスはあのツバメ返しやら岩なだれを覚えているので、ここでスムースに処理できるんですけど、私は 85% 引きに行かなければならないと。まあ、これはこらえる、カムラの妙、メタグロス、靴紐型グロスの弊害ですね。どうしようかな。二度キング、地震で来るかな。ちょっとここは散っていただくか。ゲンガーに変えてもよかったか。耐えてくれ。頼む。いや、来るの分かってましたよ。対人戦だったら僕玄関に引っ込めてました。でも
バトルタワーってちょっと意味不明なことしてくるじゃないですか、相手が。それに期待した。あと普通にゲンガーに打点ないだろうと思った。はい、冷凍パンチ。冷凍パンチが当たってダメージはイエローゾーンには入るでしょう。はい、入る。オッケー。シャドウボロ覚えてんのか。二度キング攻撃出力値高いですからね。うっ、危ねえ。ちょっと思ったより入ったから九州に当たったかと思った。貝殻の鈴、まあ光の粉たかじゃないだけまだマシか。相手残り1体ですが少し不安ですね。いや、あそこでな、ゲンガーで自信をかわすっていうのもあったけどねえ。ああ、よかった。当時バレットパンチという技はありませんからね。炎のパンチ。はい、オッケー。威力4倍。ハッサも撃破していく。急所。オッケー。サノスケさん、対戦ありがとうございました。いや、あそこでだってね、たまたま相手が自信を打ったからよかったものの、ね、シャドーボールとか相手が打ってきてたら、ゲンガーに大ダメージが入って、一撃で落とせずに、ゲンガーやられてとかって言うと、ちょっと面倒なことになってましたから。結果論ですけど、選択ミスではなかったですね。はい、海パン野郎の海平さん。ルンパッパ来たー。トラウマルンパッパ来た。ガチで苦手なポケモン。とりあえず10万でまず触れていく。やばそうだったらもう早めに道連れで処理する。視聴者さんに前は教えていただいたんで、道連れが適切な場で。おっと、麻痺を引いていく。ラッキー。ここで運が巡ってきた靴ひも、おい、食べ残しか。食べ残しってことは影分身宿り型かな。自分もると。ちょっと、またも使っていかないと。雨乞い。雨乞い、雨受け皿。雨受け皿ですね。雨受け皿だが、麻痺ってたら遅いのは変わりないだろう。手持ちのリザードンの火力が下げられているのが痛いな。さあ10万ボルト。一撃では弦が落とせないから、これ普通に勝ったか、殴り勝ったか。おっと、窮地になって弦がノーダメージでルンパッパを突破。なんということでしょう。グランブル威嚇で攻撃が下がるが、攻撃技は一つもありません。さあ10万ボルト特攻でぶったたいていく。自信を覚えてる可能性があるので、グロスには安易には変えられませんね。ちょっと九州に当てすぎ。ゲンガーはちょっと強いぞ。ちょっと強いぞ、こやつ。ミルタンクも自信覚えてるかもしんないな。どうする？いや。ちょっとでもグロスに変えるか。10万ボルトでちょっとネチネチやるのがリスキーに感じたので、早めに高火力の、そうですね、やっぱりそう来ると思ったんだよ。だからのんびりやってたらさ、ね、ある程度食らわせたところでミルク飲みとかってされるとちょっと後手に回っちゃうじゃないですか。だからメタグロスに変えました。メタグロスのパンチ力があるとミルタン君安易に影分身を積んでる場合ではないでしょうね。はい、影分身、次にミルク飲みをしないと、あと一発当たったらやられちゃいますよ。さあどうする？当てろよ。これでパンチ。よし、当たった。腹パン決めていく。ざまみろおい。九州に当たった。全員九州で倒していく。海平さん対戦ありました。おい、はい、ということで現在、何勝だっけ。42連勝か。ちょっと確認しますね。おーしよ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 し。おーしよしよしよし。現在42連勝、最高の61連勝に、刻一刻と近づいております。はい。今日もご視聴ありがとうございました。